去年10月、小樽市の花火工場で爆発事故があり、3人が重軽傷を負いました。警察は花火の製造会社北海煙火の元役員の60代の男と元社員の40代の男を業務上過失傷害の容疑で書類送検しました。元役員は適切な安全管理をしなかった疑いが、元社員は決められた方法を守らず導火線に通電した疑いが持たれています。